サービスバンド藤井正信。今日が初防衛戦になります。第15代世界ジュニアチャンピオン藤井正信。場内はこの藤井そして菊池の静かな佇まいを見守っております。リング上チャンピオンの藤井そして菊池剛であります。チャンピオンの藤井は髪の毛を短く切ってまいりました。そして顎のあたりには武将髭を蓄えております。両雄リング中央がっちりと握手が交わされました。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分日本勝負の軍がなりました。リング中央仁王立ちチャンピオンの藤正信、一方その藤井から視線を外しませんチャレンジャー菊池剛。藤井の表情には余裕すら感じられます。一方の菊池剛は過去7回のチャレンジいずれも失敗であります。過去7回合計2時間57秒の戦いは全てタイトル奪取には結びつきませんでした菊池。一方チャンピオンの藤井はなんとこれが5度目のジュニアの頂点であります。まさにミスター世界ジュニアヘビー藤井正信であります。リング中央立ち合い静かな攻防であります。がっちりと組み合って今首のあたりを掴んでいます両雄です。ロープを背にしているのが菊池、クリーンに分かれた藤井です。さて解説の桃田さん、はい、菊池にとってはこれが8回目の挑戦ということで、はい、まさに後がない挑戦ですね。そうですね、まあ、本人としては今日の、顔を見た感じではですね、かなり要するに開き直ったというかもう要するにその過去のことを忘れてですね、もうなんていうか、まあ、悪く言えばふてくされたみたいな感じでこのリングに上がってますから、それがいいように要するに試合の内容でですね、出れば要するにひょっとすることもあるかもしれないですけどね。ただチャンピオンが常に冷静ですからね。そうなんですね。で、チャンピオンがやっぱりこの髪の毛を切ってきたようにね、気合も入ってますからね。そうなんです。なかなかやっぱりこの牙城は崩せないんじゃないかなと思うんですけどね。チャンピオンの藤井正信は過去の防衛戦を通しまして菊池のことはもう全て知り尽くしていると、怖いものは何もないと断言しております。まあそれは言えるかもしれませんけど、ただ菊池選手っていうのはちょっと普通の試合運びじゃないんで、はい、何をしてくるか分かんない部分が多少あるんでね、はい、それは要するに藤井選手が知り尽くしているといえども油断はできないんじゃないかなという部分はあると思うんですがね。逆に菊池にしてみればそこが狙い目であるわけですね。グラウンドの静かな攻防になっています。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分の一本勝負です。第15代黒のショートタイツの藤井正信、一方白のロングタイツチャレンジャー菊池剛、これが世界ジュニア8回目の挑戦になります。藤井正信への挑戦は3年5ヶ月ぶり、これが6回目になります。今菊池の左の腕のあたりをしっかりとロックしています。チャンピオンの藤井正信です。ベルトを取るということ以上にこのシングルで藤井正信に勝たなければベルトを取る意味はないと言っています菊池です。正直に申しまして菊池は自分から無理やりお願いした今日のタイトルマッチです。勝って自分のプロレス人生に一つのピリオドを打ちたい、一つの区切りにしたいということを話しております。過去5回のチャレンジは全くいい思い出がなかったと言っていますチャレンジャーの菊池剛です。一方世界ジュニアの顔ともなっております藤井正信、5回目のジュニアの頂点トップであります。第10代ジョー・マレンコを破っての王者になった時には前人未到の連続14回の防衛に成功しております。過去通算でこのジュニアのベルト24回の防衛を誇っております。ジュニアといえば藤井正信、そのあたりもすっかり定着しておりますが、この藤井を倒さなければ言ってみれば菊池のこの先のプロレス人生にも一つの大きな目標ですからね。そうですね、過去に前回藤井選手とやったこの武道館で、はい、その要するに、スープレックスをですね、そうですね、連続で、はい、あれはねレスラーとしては屈辱なんですよね。あ、そうですか。要するに、まあ、いい意味で考えればね、菊池選手がタフっていうことも言えるんですけども、なるほど、同じ技を何度も何度も食うってことはですね、要するにレスラーのプライドがやっぱり傷つけられますよね。そうですね。さあ菊池がエルボーで返していきます。
顎をグッと突き出してこらえているのがチャンピオンの節。張っていった。まずは大きな動きが見られました。岸の顔面を強く張っていったチャンピオンの節。鼻のあたりを抑えます。ニュートラルコーナー、チャレンジャーの菊池剛31歳。前回の節へのチャレンジは平成5年2月28日、その時には先ほど桃田さんの話にもありましたバックドロップ10連発の前に敗れております菊池です。腕のあたりを取ってバックを取っていますチャンピオンの淵です。バックに待った、バックドロップ、サードだ、殿下の宝刀のバックドロップ。今のは切れ味がいいですね。いいですね。だけどチャンピオンの人は結構早めに技、大技を仕掛けてきてますね。あ、そうですね、ニュートラルコーナーに押し込んでの張り手。そして今早くも出ました殿下の宝刀バックドロップ。後頭部を強く打っています。首を何回もひねりました菊池です。これが8回目のチャレンジ、顔面へのキック、チャンピオンの淵。しかしこのふてぶてしい表情をご覧ください菊池。コーナーに押し込んでいきましたチャンピオンの淵。さあ、えげつなく肘のあたりを顔面にぐいぐい押し込んでいます。みるみる菊池の表情が真っ赤になっていました。正面から蹴り、場内からどよめきが起こっております。菊池の表情がやや曇ってまいりました。顔面真っ赤になってきている菊池です。歯を食いしばります。ゆっくりと膝を立てて立ち上がろうというところ、その目はしっかりとチャンピオンの淵を捉えています。さあ倒していった、膝を畳んでいきました。この辺はしっかり見ています。今のテクニックには場内も沸きました。そうですね、相手を挑発しておいて、パッと技を仕掛けていくという、本当にそこら辺はやっぱり精神的な面でチャンピオンは本当に素晴らしいですよね。余裕がありますね、膝のあたり、膝の裏のあたりに自らの足を入れてぐーっとこの菊池の左足のあたりを絞っていきます。足首も決めています。このももの筋あるいは足首です。このね、膝を入れて足をぐっと固めるとですね、今この、はい、これです。足の先でもそうですけど、この靭帯が伸びるんですよ。靭帯ですか、そうすると後で足がですね、かなり要するにその自由に動かなくなるっていうか、はい、後で足技を使うときに、ね、要するにジャンプ力も響きますし、そうですね、かなり影響出てくるんですよね。その菊池は小さい体を補うジャンプ力ですか、そういう技が必要ですからね。そうですね。さあ、もうすでに菊池の表情が鬼に化しています。菊池の左足のあたりをぐいぐい締め付けるチャンピオンの淵、強烈に入っています。なかなか解くことができません。なんとかロープに逃れようというところ、チャレンジャーの菊池。まだこのロープブレイクには十分ではありません。今やっとロープブレイク、早くもチャンピオン淵の いわゆるえげつない攻撃が始まってきております。チャンピオン本当に相手の要するにその肉体的なダメージを徐々に与えていって、自分のペースへだんだんと持ち込むというか そうですね、そういう試合運びが本当にうまいですからね。さあ、同じような攻防で菊池が返していきますが、淵がこらえます。淵がこらえていった。まだ肘を立てています。両膝はしっかりとまだカバーしております。ぐーっと菊池が体を落としていきますが、さあバックに回っていきます。しかし逆に腕を取られた、腕を取られたチャレンジャーの菊池。その顔がみるみる赤く染まっていきます。先ほどは左足、今度は左の腕、肩のあたりでしょうか、関節技、おっと、そして足も一緒に固定しています。これではなかなか逃れることができません、チャレンジャーの菊池。冷静に試合運びを展開します、チャンピオンの淵正信。まだ試合開始から淵はこれといった攻撃を受けておりません。ああ、しっかりこの足を股先状態にして足の筋を伸ばしていきます。そして左の腕も決めています。逃げられない菊池、顎も決められた、顎も決められている。ロープはもう数十センチのところ、しかし逃げられない、懸命にロープブレイク。やっとロープブレイク、ロープまでが非常に長く感じられます。額のあたりにうっすらと汗をかいているチャンピオンの淵ではありますが、息は全く乱れておりません。一方チャレンジャーの菊池はすでに表情、そして胸板のあたりが真っ赤です。鬼の形相チャンピオンの淵正信、
武将髭、そして髪の毛を短く刈り込んでおります。リング中央スタンディングの攻防、前人未到14回連続の防衛記録を持っていますチャンピオンの淵正信、一方チャレンジャーの菊池はこれが8回目の挑戦。七転び八起き、この8回目のチャレンジで純也のベルト、そして淵正信を破ることができるんでありましょうか。菊池が張っていった。いや、菊池選手はここでもっと攻めたいところですよね。はい、あの間を空けちゃうとどうしてもチャンピオンに余裕を持たれますからね。やっぱり連続でいかないと。そうですね、赤コーナーコーナーポストに期待を打ち付けられましたチャレンジャーの菊池。この対局は実に10分が経過しております。この10分の間、正直申しまして9分30秒はチャンピオンをしてますね。そうですね、チャレンジャー挑戦者菊池ですが、序盤戦立ち上がりはこの淵の攻撃にあしらわれております。顔面踏みつけ、顔面踏みつけ、顔面踏みつけ、全体重淵の105キロの体重が全て菊池の顔面に押しかかってまいりました。あるいは口の中を切ったでありましょうか。チャレンジャーの菊池、淵の表情は冷静、そして余裕そのものであります。蹴っていった、膝から崩れ落ちていきましたチャレンジャーの菊池。もう一回蹴った、思わずその勢いで後頭部のあたりからも汗が飛び散っております。チャンピオン淵正信仁王立ち。さあ髪をムンズと掴んでセカンドロープ、頭が場外だ。ここから体を起こしてどういう攻撃につなげるのか。さあ淵が菊池、菊池は返していったロープに飛ばしてゼロ戦、ゼロ戦キック、淵の右の方のあたりでしょうか。これはいい角度じゃないですか。いや、今のはいい形で入ってますね。菊池はここからですね、やっぱり続けて技を出してほしいですよね。そうですね、さあここから菊池の怒涛の連続攻撃が見られるか、チャンピオンを立たせるか。しかし先ほどのゼロ戦キック、バックドロップ、先ほどの序盤のバックドロップをお返し。前回の挑戦では淵のバックドロップ10連発の前になっています。さあ2発目、バックドロップ連続攻撃、3年5ヶ月ぶり淵への挑戦、菊池バックドロップ2連発、もう1回いくか、脇田が突っ込んだ、3発目、3発連続。前回の挑戦では淵の10連発のバックドロップの前に涙を飲みました菊池。さあエプロンから走るか、場外に淵ドロップキック、ミサイルキックを放っていった菊池。この連続攻撃は見られました菊池です。顔面のあたりを抑えますチャンピオンの淵正信。さあまだ攻撃の日を伺うか。ここで菊池がチャンピオンをリングの中に押し込みます。さあ素早い連続攻撃が見られるか。バックドロップ3連発が出ました菊池、膝をついていますチャンピオンの淵正信。ブレンバスターの体勢だ、リング中央高速度ブレンバスター、バックドロップ連続攻撃、3年5ヶ月ぶり淵への挑戦菊池、バックドロップ2連発、もう1回いくか、脇田が突っ込んだ、3発目、3発連続。前回の挑戦では淵の10連発のバックドロップの前に涙を飲みました菊池。さあエプロンから走るか、場外に淵ドロップキック、ミサイルキックを放っていった菊池。この連続攻撃は見られました菊池です。顔面のあたりを抑えますチャンピオンの淵正信。さあまだ攻撃の日を伺うか。ここで菊池がチャンピオンをリングの中に押し込みます。さあ素早い連続攻撃は見られるか。バックドロップ3連発が出ました菊池、膝をついていますチャンピオンの淵正信。ブレンバスターの体勢だ、リング中央高速度ブレンバスター、しかしポールには入りません。バックドロップ3連発で試合の流れを変えていきたい菊池。ブレンバスター2連発、菊
チはあるのにこの投げ技にこだわってますかね。そうですね、あの前回やっぱりやられたあの10連発ってのは聞いてるんですよね、さあブレンバスター3連発バックドロップについてブレンバスターも3連発打っていきましたチャレンジャーの菊池。ただこの要するに間がちょっと空いてますからね、はい、その攻撃にですね、この油断するとチャンピオンがパッと反撃してくる可能性がありますからね、そうですね、そこら辺を気をつけたいですよね、はい、あーどっとこれは自爆高い角度から打っていきましたが菊池はこれを読んでおりました。この辺はチャンピオンは絶対にあの要するに相手の動きをよく見てますからね、そうですね、よっぽどはあの早めに仕掛けていかないと危ないですよね。これを食っては危ないという技はしっかり逃げてきますね。そうですね、さあ冷静な判断が見られましたチャンピオンの淵正信、過去5回このジュニアの頂点に立っております。ちなみに初防衛戦での失敗は今までありません。チャンピオンの淵です。小川からベルトを取ってさあバックドロップです。速い、そして低いバックドロップ。日本武道館のファンは知っています。前回は菊池を相手にバックドロップの10連発。さあ2発目。気合い入ったチャンピオンの淵。先ほどはバックドロップを3連発食いました。今菊池に対してバックドロップ2連発。菊池の表情がやや朦朧としてきました。バックに割った。3発目バックドロップ3連発。バックドロップにこだわりを見せます淵正信。仕事はまあ楽しい。さあロープに逃れる菊池を無理やり引きずり下ろします。場内15分経過のコール。エンズいった、つま先が鋭くヒット。さあしかし菊池も必死の表情でこらえる。エルボー3連発4連発5連発ロープに飛んでキックが待っていた。先ほどはバックドロップ3連発、それから円錐切り、またしてもキック。さあタイツを掴んだ、バックに回った、体を抱えていくか、バックドロップ4発目いくか。エルボーで返してエルボークリーンヒット、エルボーがクリーンヒット、自らロープに飛んでさあまたしてもキック。この技で返されます。チャンピオンよく見てます ね、 そうです ね、 ね、次の攻撃に転じようというところ。しかし待っているのは全て淵の足でした。さあ掴んだ、バックに回った、4発目バックドロップ4発目かなり効いてきてますね。そうですね、さあ菊池の表情がもうすでに朦朧です。バックドロップにこだわります陵侑。さあ淵正信5発目いくか、足をロックしている菊池、ロープに逃れました。チャンピオン淵正信42歳第15代の世界ジュニアチャンピオン。エンディかわした。さあ菊池はここからだ。フィッシャーは乗っていった。しかしカウントワン、この辺はチャンピオンにも意地があります。カウント2つも入れさせません。バックに割ったジャーマンの体勢か。しかしエルボーで返すチャンピオンの淵。ジャーマン体勢崩しながら持っていった。しかしフォールに入らない。さあそのままもう1回スタンディングの体勢、ジャーマン2連発、フォールに入った。しかしカウント1、これもカウント1で返していきます。投げ技にこだわります陵侑。やっぱりさっきのですね、あのバックドロップが効いてて、あのやっぱり速さがちょっとないですよね。そうですね、ジャーマン2連発を見せていきました。チャレンジャーの菊池、あエルボーにもやや力が入りません。高々とボディースラム。しかし声を出して立ち上がる菊池、気合がこもった表情。エルボーしかし髪をムンと掴まれて倒されました。さあ試合展開を見ないです。あーっと体勢からのドロップキック、顎と額を捉えた。この攻撃は予想してませんでしたね。そうですね、あのかなり今の状態でドロップキックを顔に受けるということはダメージ大きいんですよね。そうですよね、要するに体の逃げ場がないですからね、低い体勢で膝ついてましたんで。そうですね、さあバックに回った、今日6発でこれを返した。バックに回ってジャーマンスープリックス、もう1回削ろうとした。
ゴール遠い、ジャーマン2発目、体勢は不十分、カウントは入らない、カウントは入りません。気合のこもった淵の表情。一方の菊池は仁王立ち、エルボーを打っていく菊池、自らロープに組んでゼロ戦、ゼロ戦キック、横っ面、ジャーマン、ジャーマンスープレックス、さあもう一回、もう一回ひねっていった、もう一回出た、ジャーマンスープレックス、さあもう一回は引きずり起こした、3連発ジャーマン、見事頂点に立ちました。3連発ジャーマンスープレックスホールド、菊池剛第16代世界ジュニアチャンピオン、失点抜刀の苦しみの中、七転び八起きでやっと掴んだ世界ジュニア、8回目の挑戦で見事頂点に立ちました。世界ジュニアヘビー級選手権試合、18分58秒、3連発のジャーマンスープレックスホールド、まさに意地のゴール、敗れました淵、初防衛戦初めての失敗であります。新チャンピオン誕生、今宵日本武道館、菊池剛が第16代世界ジュニアヘビー級のチャンピオンになりました。菊池の表情がすでに泣いています。菊池が膝をつきながら何とか立とうというところ、菊池がついにやりました。6年越しの悲願達成、遠かったこの世界ジュニアベルトが今ようやく腰に巻かれました。世界ジュニア8度目の挑戦にして6年越しの悲願だった。ああ今リング中央、淵が称えます。日本武道館ジュニアタイトルが移動、新チャンピオンは菊池剛31歳、第16代チャンピオンであります。竹藤の演武ゼロ戦、ゼロ戦キック、横っ面、ジャーマン、ジャーマンスープレックス、さあもう一回、もう一回ひねってきた、もう一回やった、ジャーマンスープレックス、さあもう一回は引きずり起こした、さあ3連発ジャーマン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。